まあ、日本のお客様、さらには海外のお客様にもその資生堂の価値観を感じて、また変えていただくと、世界中に広めていく私たちの重要な発信の拠点になる場所となります。はい、ありがとうございます。じゃあ、その上お願いします。はい。